マルコおいでー。マルコおいでー。はい、マルさん来ました。マルコ来ました。マルコ落ち着いて、落ち着いて。マル。はい、マル落ち着いて。はい、伏せ伏せ伏せ。はい、マルさん来ました。はい、マルさん来ました。マルさんをサボっちゃいました。はい、マルさん触っちゃいましたってのはね、触っても別にいいんですけどね、ちょっと良くなかったんですけど、まあ、頭触ったぐらいならいいか。ね。はい、はい、マルコいい子だな。はい。というわけで、前回の黒ごまがね、ブラックセサミがあんまりにも優秀でね、美味しかったんでね、ちょっと今回不安があるんですけど、これです。プロテインレビューですよ。はい。抹茶ラテです。抹茶ラテ。な、抹茶。マルコ、余談ですけどね、マルコさんね、マルコなんでね、まっちゃん、まっちゃん、まっちゃんって、ちょっと変化してて、たまに抹茶って呼ぶ時があるんですけど、その抹茶です。その抹茶じゃないですけどね。すいません、余談でした。はい。ということで、抹茶ラテ。抹茶ラテです。はい。これじゃあね、開封します。これ 250g で少ないんでね。これだったら全然平気で、3日ぐらいで飲み切れるんでね。もしまずかったとしても全然大丈夫です。はい。シェーカーに水と氷入れてきました。はい。そして、色見てください。あ。うわ、すごいな。うわって別に悪い意味じゃないんですけど、見てください。見えます？緑色っすよ。はい、マルも見て。マルも匂い嗅いで。ねえ、マル。すごいね。なんていうかな。お茶というか、ごめんなさい。玉露みたいなっていうか、玉露なんですよ。玉露というか、まあ緑茶なんで当然なんですけど、緑茶というか抹茶なんで。緑茶じゃないですね。当たり前ですね。抹茶か。はい。ワンスクープ。はい。そして僕は濃いのが好きなんで、3回ぐらい入れようかな。はい。普通の人はすり切り2杯でいいと思います。僕は、あ、こぼしちゃった。はい。3回入れまーす。はい。僕はすり切り3杯入れました。このキャップでね、すり切り3杯入れました。結構濃いです。はい。入れてみようかな。もうちょっと入れちゃおうかな。3杯半入れちゃいます。はい。僕は濃いのが好きなんで、3杯半入れちゃいます。はい。よっしゃ、すげえお茶というか、玉露の匂いが、すごいっすよ。お茶会に来たみたいな感じですね、これ。マルさん。マルさんがちょっとね、マルコ。はい、マルコ、こっち。よしよしよし。はい、抹茶と一緒に抹茶、緑、ま、抹茶ラテを飲みまーす。今、ローティ。ウィー。マルも飲む？マルも飲みたい、ほら、これ。ん？抹茶ラテいきますよ。とりあえず、シェイクしようかな。よいしょ。よいしょ。お前振りすぎだろって話ですよね。なんでこんな振るかっていうと、僕ね、必ず氷を入れるんで、いっぱい振らないとね、氷が溶けてくんないんですよね。ねえ、まる。よいしょ。はい、この音だとだいぶ氷小さくなったと思うんで、いけると思います。パンパンですね。パンパースになりましたよ。はい。相当入ってね、これ。550cc まで入りましたよ。はい。まあ、ね、プロテイン4杯くらいいたんで、十分な濃さが、すごい濃いくらいだと思います。ちょっと飲んでみますね。マイプロテインの抹茶ラテです。はい。昔のプロテインみたいな、昔のプロテインみたいなっていうのは、甘さは多少あるんですけど、まだ大丈夫か、お前。マルコ。マルさん大丈夫か、その猫みたいな乗り方して、こう、片手こうして。あっと、危ねえな、まっちゃん。タンパク質臭さが残ってるんですよ。昔のプロテインみたいな。ちょっとね、これ、ガチレビューっすよね。僕みたいのだと案件でも何にもな、何でもないんで、ガチで忖度なしで、
ね、俗に言う忖度なしってので言わせてもらうと、ちょっとタンパク質臭さが残ってるんですよね。やっぱ抹茶味じゃ、タンパク質臭さ殺しにくいですかね、やっぱね。甘いんですけど、甘くて僕好みなんですけど、ちょっとタンパク質の匂いがすごい残ってるな。プロテインって感じがしちゃうね。昔のプロテインってほんとまずかったんですよ。もう我慢して飲んでましたからね。トレーニングの後。昔って言っても相当昔なんですけどね。なんだけど、これはね、それに近いですね。最近のプロテインどれ飲んでもめちゃくちゃうまいんですけど、うまくタンパク質臭さってのをね、残さないようにしてるんですけど、これちょっと失礼ながら残ってますね。そんな感じです。まあね、これ、抹茶ラテなんですけど、250g の一番、ちびっこサイズ買ったんでね、助かりました。これが1キロとか2キロのデブバージョン買ってたら結構きつかったですね。これはさすがに僕ね、もう、まあ、4杯ぐらいずつ入れていくんですぐ飲めるんですけど、これデブバージョンだったら結構きつかったな。というわけで、まあ、完食って言わないですかね。まあ、とりあえず、飲み切りました。マールさん、どうしたお前。マールさんも飲みたいみたいですね。マール舐めないで。マール舐めないでくれ。マール子。マール子もプロテイン欲しいんか。マルの体もタンパク質を欲してるのか。はい。ということでね、マイプロテイン、抹茶ラテ味でした。やっぱ黒ごま、前回黒ごま、ブラックセサミ、あれがあまりに美味しすぎたんで、ちょっとその落差もあるかな。はい。まあ、ブルーベリーチーズケーキよりちょっと下ぐらいかな。ブルーベリーチーズケーキもあれ大体ブルーベリーチーズケーキなんですけど、ブルーベリーチーズケーキって名前なんだけど、ブルーベリーチーズケーキじゃなくてあれもいちご味ですからね、基本ね。薄いいちご味。あれも名前から、ネーミングからの期待値がすごかっただけにちょっと落胆したのが多かったんですけど、まあ抹茶ラテはでもこんなもんですよね。僕は抹茶は嫌いでも好きでもないんですけどね。よくレディーボーデンの抹茶味食べるんですけど、まあ余談でした。ということで、まあ、よっぽどお茶とかね、抹茶が好きな人だったらいいと思いますけど、そうじゃない人は、ね、僕みたいな、ノーマルな甘党な人は、まあ、やっぱチョコレート系味買うのがいいかなと思います。次回はね、待望の、ミルクティー。ね、マイプロテイン人気ナンバーワンランキングにいつも出てる。少なくても2位とかね、1位か2位。不動の1位じゃなかったかな、確か。人気ランキングの上位をいつもね、まあ、絶対王者的なね、感じになってるミルクティーを行ってみたいと思います。それじゃあ皆さんありがとうございました。ほい。